9月、やったね、やつが来る、やったね、やった。あと3ステージしか残ってないよな、うん、シックタクロック、めっちゃむずいやつ、レインボークルーズ、ダブルキノコ、うわきつい、クッパ城、うん、の3つだけだと思う。ほー、もう、あ、まあ、あと1つなんか空高く、うんうん、羽根マリオみたいな、でもあれ無理だろ。まあ無理だね、そもそもやるべきステージじゃないからな、うん、クリアは不可能。うわ、長岡誕生日に歌う、どうでもいいな、これなんだ。いや、坂本の誕生日で、でも俺さ4曲ぐらい歌ってちょっと好きだったわ。千の風、千の風、あれ好きだった、だいぶ流してた僕その後。そう、ずっと聴いてた。ドリームカムトゥルーもすぐゴミ箱にしてたけどな。いやー、いらねっつって頑張って歌ったのにな。千の風はジムとかでも聴いてた。マジでいいなこの曲。あの原曲ね、お前の曲じゃないよ。いや俺聴けよ、俺の千の風。中岡はそう2度目のコロナになったんだよな。うん、そうなんだよこれね。これは運がなかったな。多分すすきのの方に、2D ケーキとか、うん、右のこれだよ、 2D ケーキ食った時だよ、うん、そう、スイーツ系を買いに行った時に運がなかったっつか、自業自得だな。じゃあ俺これ完全自業自得だよね。でもさ、生ドーナツとか食って、ちゃんとさ、うん、マスクもして完璧な状態で行ったのにな。マスクしてもうずるんだろうな。そうなんだよ、結局は、うん、コロナ、今はコロナとインフルどっちか、どっちもあるからさ、そうなお危険みたいななってきたよね、うん、もうインフルのワクチンは打ったんだよ俺。あ、そうなんだ。インフルはかかりにくいはず俺。コロナは、コロナはもうどうしようもないわ。あ、2回目やっぱしんどかった。2回目も、2回目の方が楽。楽っていうか、あの発覚したのが早いからさ、2回目。あ、1回目ほら誤診で2週間放置だったから、もう肺炎なりかけた状態だったからきつかった。2回目はワクチンも打ってるからってこと。そう、それもある。あ、よかったね、うん、後遺症も残らず。そうね、味覚障害もすぐ治ったし。計算たちにも映ってないでしょ。映ってないはず。で、奥さんとかにも映ってない、うん、映んなかった。そこは運良かった。中ちゃんだけ体弱いんじゃない。腰もやらかしてるよね今年。うん、うん、背中とか今年、腰とか。風邪とかそんな引かないんだけど、コロナ風邪引いてたじゃん。お前も、あれはもう1回だけ。それ以外とは引いてないからさ。そっか、でかいのが、うん、それでスッポン鍋送ったのかもな。あ、うん、体力つけてっていう、うん、スタミナね。スタミナつけ、スタミナって何だったんだろうな、よくわかんないよ今この年になっても。スタミナって何、元気な源、スッポンなんだな、うん、そっか。10月、はい、ああ、麦の避妊手術か。あったね、お腹反られたやつだ。もう今はどこが傷かわからん。うん、もうふさふさ。痩せたわ、ちょっと、ちょっとな。もし避妊後太りやすいっていうのに、あのご飯減らしてるから、うんうん、まあ、お腹はさ、避妊前はさダプーンってなってたけど、うん、それはなくなった。おー、いいね。ただマンチカンだから、もともと、うんうん、足の長いマンチカンだから、うん、まあ、丸っこいよね。うん、丸っこい毛の感じもね、丸っこい体型の猫だよ、もともと。それが可愛い、ムチムチな猫。うん、にしたってなんか伸びすぎだよね今ね。ピチャーン、やっぱさ中水だよなあれ。タプタプ、すごい広がるんだよね地面に。なんでだよ、なんて。また毛がふわふわな分余計にじゃない。うん、すごい水たまりだわ。中岡、中岡こぶし10月スタート。なんだね、出たまだやってます。来年持ち越しっすわ。まだって言ったって2ヶ月よ。3ヶ月だろ。今2ヶ月だろ。10、11、10。お、3ヶ月か。3ヶ月だろ。やべ、投げる。いや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 、200万スタートだっけ。300万じゃない、308万スタートだったはず確か。307だったよ。だからサムネがないのよ14回もやると。もうなんもないのよ。あらゆる画面撮ってんだからさ。まだバックナックルないんじゃない。使った、あ、使った、は、相当早いうち使った。 あったのか。全部アピールとかも全部、弱パンとかも使ったしさ。ガード解除とかも使ってるから、うん、何にもないよ。アピールも全部出したから。あとダメージ食らった時とかが、うん、それぐらいしか、もうアイテム取ったりとかしかもう残ってないよ、うん、あとあれあるじゃん、あのスマッシュボール取った後のさ、うん、モーション、ガノンじゃなくなる、あの変身するまで。あそこ。まあまあまあ、今はもう強くなったからね、うん、この時どうなるかと思ったぜ。300万最初弱すぎて、
絶対無理だろうと思ったよ。幕末豚バラライスオーケストラ解散、まあどうでもいいな、残念に思ってるのは何人かしかいないから。これで本当にいけると思ったのかね。ちょっと短い結成だったけど、うん、いい思い出かな。誰もギターとか持ってないだろう別に、ここ、こいつら。ただパクって歌って、ただフューチャリングして終わっただけだよね。パクってカラオケ音源で歌ってさ、何涼しくギターとか持ってんだろうバーカ。